まとまり次第分析にかけて。完治は里防衛の要、ここが頑張りどころよ。みんなで最高のシステムを。はい、はい、よし、任せて。イノジン、午前の試験終了ね。あ、うん。あんた全然ダメだったみたいね。まあね。なんだよ。ごめんね。え、なんか苦手なことさせて。午後の試験嫌なら参加しなくてもいいわよ。ちゃ、母さん。ごめんごめん、すぐに次の作業に取り掛かるわよ。了解。どうしたんだい父さん。僕、母さんをがっかりさせちゃったみたい。ああ、もう少しできると思ったんだけどな。母さんがなぜ幹事任務に誇りを持っているか知ってるかい？山中一族だからでしょ。半分正解かな。一番はね、君のおじいさんを尊敬してるからさ。大戦で死んだじいちゃん？いのいちさんはすごい忍者だった。常に状況を俯瞰で見て、自分が死ぬと分かっても仲間のために最後までその人道を貫いた。母さんはその思いを受け継ごうとしているんだ。でも母さん、今まで僕に完治やれとか言ったことないよ。さっきだって。母さんは君に自分の気持ちを押し付ける気はないよ。ただ自分の本気を見てほしいと思ってる。自分がいのいちさんの生き様から感じたように、それが君の糧になればってね。だから無理をする必要はない。とりあえず今やれることを本気でやってみたらいいんじゃないか。それで十分だよ。